みなさん、こんにちは。すくすく子育て情報局の時間です。この番組は毎月第一、第三月曜日のお昼十二時からお送りしています。子育て中の方々に、子育てに関する情報や三田市のサービスなどをわかりやすくお伝えしていきます。三田市では、子育てするなら絶対三度をキーワードに。子育て世代を応援するさまざまな支援策の充実を進めています。 この番組ではスタジオに市役所の担当者の方にお越しいただき子育てや教育に関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきますお相手は藤田のぞみです今日は学校給食課の宮城さんにお越しいただき和食を伝える三田の学校給食などについてお話しいただきます宮城さんよろしくお願いします学校給食課の宮城ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします さて、秋らしい日々が多くなり、豊かな自然に育まれたふるさと三田の恵みである農産物の収穫の時期を迎えています。今日は、地元の農産物を取り入れた学校給食、和食を伝える三田の学校給食についてお話しいただきたいと思います。はい。兵庫県では、県民の食育への関心や実践力を高めるため、食べ物を通じて、 実りの季節を感じ、農産物の恩恵への感謝の気持ちを育むきっかけとして、10月を兵庫食育月間としています、はい、食育を考える上で、日本人の伝統的な食文化、和食を欠かすことはできませんそうですね、昨年12月、和食がユネスコ無形文化遺産に登録され、大きな話題となりましたね。 和食は食育を考えるきっかけとなっているのでしょうか。そうですね。和食は多様で新鮮な食材そのものを生かすこと、はい、栄養のバランスが良く健康的な食生活、正月など年中行事との関わりなど、日本人の伝統的な文化、自然環境などと密接な関係を持っています。学校給食でも和食を大切に、 子どもたちの未来に受け継がれていくよう取り組みを行っています子どもたちが日本人の伝統的な食文化を未来に受け継いでいくことはとても大事なことですね学校給食ではどのような取り組みを行っているんですかはい、学校給食では子どもの日やお月見、同様のおの日など行事の由来を学びながら年間の行事食をまた 昔から伝わる素朴な料理や郷土食を取り入れたふるさとこんだてを提供しています、はい、今年の10月は和食週間を設け地産地消としてサンダさんの黒豆の山目やサンダ肉に感謝しサンダ肉と蓮根を用いたサンダ牛根チラシ日本の伝統的な食文化であるクジラのタツタ揚げなど はい、和食などを取り入れたこんだてを子どもに提供していますはい、なるほど10月には和食週間を設けてさまざまな和食のこんだてが子どもたちに提供されるんですねこんだてをお伺いしていたら私も給食を食べてみたくなってきましたえ、一般の私たちが給食をいただけるそのような機会はありますかありますよ毎年開催しています食べちゃうサンダー食育フェスティバルにおいて サンダーの学校給食を食べることができます。そうでしたね。今年も食育フェスティバルが開催されるんですね。毎年多くの方が楽しみに待っているようですよね。それでは食育フェスティバルの内容についてもう少し具体的に教えていただけますか。はい。十一月二十三日日曜日に今年で五回目となる食育フェスティバルを伝えよう味わおう。 ふるさとサンダの恵みをテーマに開催いたします子どもたちの食に関する作品の展示おいしいだしの味比べサンダーの野菜を使った実験体験コーナーを企画しています、はい、先ほど話のありました給食の試食は1食100円となりますがサンダ肉すき焼きメニューとしてサンダーの食材を取り入れたこんだてを予定しています そうですかサンダの食材を取り入れたサンダ肉すき焼きメニューとっても気になりますねこんだての内容を教えていただけますかはい毎年食育フェスティバルでは給食の試食を提供していますが、はい、今年はサンダの魅力ある食材を用いたこんだてを実施しようと給食センターの調理師と栄養教諭がこんだてを作成していますそうですか学校での給食でも 年に3回しか出ない三田牛や三田特産太ねぎ、極太くん食材とした三田牛のすき焼き、お茶栽培に適している霧の出やすい地域で育まれた申し茶、はい、そして日本人の試食であるご飯はは、三田のお米、どんとこいを提供しようと今、準備を進めています。肉、はい、肉や三田米など、三田肉すき焼き焼メニューは、 サンダの食の魅力が楽しめるメニューですねこのメニューを100円で楽しめるのはとっても贅沢なことですよねぜひ私も試食してみたいです他にはどんな楽しいイベントがありますかはい味わおう和食だしの味としてプロに学ぶ親子料理教室を行います講師としてサンダ市で創業以来地産地消を大切にし 食材選びに妥協することなくこだわっておられます福助グループで三福店長の浜名正樹さんをお迎えします。三、はい、ダで育った野菜などの食材を三ダで食してほしい思いから食材はできるだけ三ダさんのものを使用しておられます福助グループの三福の店長から三ダのお雑煮だし巻き卵三ダの恵み温野菜サラダを指導していただき 親子で調理をし試食していただきますはい、サンダの食材をよく知っているプロの料理人から食材を生かした料理を教わるのですねまたサンダのお雑煮にはとっても興味が湧きますね親子で参加希望される方も多いと思いますがこちらに参加するにはどうすればよいんでしょうかはい10月31日まで参加者を募集していますはい。申し込み用紙は 三田市立の幼稚園、小学校、中学校で配布しています児童園児とその保護者10組として人数多数の場合は抽選となります希望があればぜひ教育委員会学校給食課に問い合わせていただければと思います、はい、親子での料理教室を通して和食の良さを感じていただきたいと思います和食に対する良さを感じるいい機会になりそうですね 食育フェスティバルでは、他にも食に関する展示があるようですが、その内容について教えていただけますかはい。この食育フェスティバルは、サンダの食育の集大成として開催しています。食育は、給食の時間だけでなく、学校の教育活動全体で行っていますが、家庭での取り組みや地域とのつながりを欠かすことはできません。子どもたちへの食の関わりへも、 フェスティバルで展示しています家族で展示を見ていただき子どもたちの食への関心へのきっかけとしていただきたいと思いますはい、家族で展示を見て食育を家庭で実践していくということですねではどのような展示があるんでしょうかはい展示としましては幼稚園小学校中学校での食育活動や食の作品展示夏休みに行いました 食べちゃおサンダ、夏休み子ども料理教室のパネル展示や食べちゃおサンダー料理コンテストの紹介を行います。はい、また、ふるさとサンダーの恵みを届けてくれる生産者への感謝の気持ちを絵と言葉で伝えるメッセージとしまして募集しました絵手紙を展示します。今年は幼稚園児から中学校の生徒まで絵手紙1,600枚の応募がありました。はい それぞれに食への思い感謝が表現されていますそうですか絵手紙に千六百枚の応募があったんですねすごいですね生産者の皆さんもとても嬉しいでしょうねまた子どもたちの食に関する意識が高まっているんですねそうですね子どもたちの食に関する意識食への感謝がとても高まっていると思いますはい。食の関心により 日本の伝統文化である和食を見直していただきたいです,そ,うです、ね、そしてこの食育フェスティバルを通じて多くの皆さんとともにサンダの食育を深めていきたいですね家族と一緒に食について学びを重ね子どもたちの健やかな心と体を育む食育と和食を伝える学校給食をこれからも目指していきたいと思います これからも和食を伝える学校給食をはじめ将来の子どもたちの健全な食生活につながる食育の推進に取り組んでいってもらいたいですねそれでは食育フェスティバルの詳細を教えていただけますかはい子どもたちの食に関する食品展示やプロに学ぶ親子料理教室サンダ肉などサンダの食材を多く取り入れた給食試食など楽しい模様し 盛りだくさんの食育フェスティバルは、11月23日、日曜日、10時から16時まで、三田市総合福祉保健センターで開催されます。ぜひご参加ください。はい、食育フェスティバルは、11月23日、日曜日、朝10時から夕方4時まで、三田市総合福祉保健センターにて開催ですね。ぜひご参加ください。 宮城さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本日は学校給食課の宮城さんにお越しいただき、和食を伝える三田の学校給食や食育フェスティバルについてお話しいただきました。次回の放送は11月3日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。 すすくすく子育て情報局この時間は子育て世代を応援するさまざまな支援策や子育てに関する情報そして三田市のサービスなど分かりやすくお伝えしてきましたさて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうかどうぞお楽しみに。